今回の動画では私のお気に入りのマスカラをね紹介していきたいと思います。2本あって、片方がウォータープルーフで片方はお洋服できるものなんですけれども、まあ右と左で別々のものを塗ってね、まあなどっちもロングタイプ、私基本的にマスカラはロングタイプしか買わないので、どっちもロングタイプなので、そちらをね同じように塗って紹介していきたいと思います。ちょっとね下地もお洋服のものとそうでないものとで別々でねやっていきたいと思います。で紹介したいのが、いつも塗っているこちらのねラッシュニスタのオイリシャスっていうやつだったかな、とこちらのねブローラッシュ EX ウォッシャブル WP マスカラエクステロング&カールっていうこれの2本なんですけれども、これがねどっちこっちかこっちがカールって書いてあるんで、一応カール力があるものにはなってるんですけども、まあ言うてねカール力そんなにないので、ちょっと下地をね塗っていきたいんですけども、それもね下地の持ちとかレベルの違いも同じキャンメイクのものでね、下地に関してはこちらですね、どっちもクイックラッシュカーラーなんですけれども、こちらがウォータープルーフで、こちらがお洋服できるもので、こちらを使ってね実際どんなものなのかっていうのを紹介していきたいと思います。じゃあまずねマスカラじゃないや、まつげをビューラーで上げていきたいと思います。はい、こんな感じでねちょっと持ち上がっているかと思います。じゃあまずね右側にこちらのねクイックラッシュカラーのウォータープルーフの方塗っていきます。こちらはねウォータープルーフの方はコームタイプになっています。このコームのね粗い部分が結構ね一本一本のまつげをしっかりと絡めとってね、上に上に持ち上げてくれるので、そのこれ自体はカールキープだけなので長さが出たりとかそういうものではないんですけれども、しっかり上に上がることによってちょっとまつげが長くなったような気がするような印象があります。じゃあ次こちらのねクイックラッシュカラーのお洋服できる方を左目に塗っていきたいと思います。こちらこういうブラシタイプでね結構しっかりと液がつくような感じです。でもやっぱマスカラと違って下地なので液は結構ドロッとした感じですね。はい、こんな感じです。こっちの方はやっぱりブラシなのでブラシ足太いのでやっぱ液がいっぱいつくので、どうしてもねちょっと束感みたいなのが出てきてしまったりもします。はい、じゃあだいぶ乾いてきました。はい、結構ねパリッとした感じになります。今のところ落ちてきた感じはないですね。じゃあここにマスカラを塗っていきます。右目がウォータープルーフなので、右目にはこのブローラッシュ EX の方を塗っていきたいと思います。これがね結構繊維がすごくて、見えるかな、結構繊維がすごいので、まつげがものすごく伸びます。じゃあ塗っていきます。こんな感じです。まあ左目の何も塗ってないものと比べてだいぶ伸びたと思います。これ何回塗り重ねても割とね細いまま、なんていうの、束感が出ないままどんどん伸びていきます。じゃあ次反対のねこっち左目の方にこちらのねオイリシャスのラッシュニスタを塗っていきたいと思います。こちらはねまあよく見せていると思うんですけども、そんなにね繊維を感じられないタイプで、でもすごい伸びるし、マツエクみたいにね綺麗なセパレートができるんですよ。なのでおすすめです。ただちょっとオイルの匂いが臭いです。じゃあ塗っていきます。はい、こんな感じです。まあ、両方塗ってみてね、伸びがいいのはやっぱり繊維が多いこっちなんですけれども、まあ、こっちもねそれなりに自然に伸びているかと思います。もうちょっとね塗ってみるとまた変わってくると思うんですけれども、まあ今回はとりあえずこんぐらいでね収めていきたいんですけれども、まあ、こんな感じでこの2本のねマスカラ本当におすすめで大好きなんですよ。でもまあやっぱりデメリットなんかもあって、ちょっとこれ外そう。こっちのマスカラはウォータープルーフの割には塗りたての頃に結構まぶたに
きやすかったりします。なんか下まつげにこれはよく使うんですよ。下まつげね取れてきたりとかすることが多いので、だったらこの辺のね涙袋のところにたくさんねまつげ、まあ綺麗についてくれるからそれはそれでまつげが増えたように見えていいにはいいんですけども、これは結構ね下まつげに塗るとつきやすいです。上まつげに塗っても結構ねこの二重幅のところとかについていることが多いです。でこっちはすごい同じように伸びてお湯でオフできるしお手軽で、オイルタイプな、オイルタイプ、オイルがいっぱい入っているのでサラッとした塗り心地でね結構伸びやすいっていうか、こうもたっとした感じがない、なんていうのダマになりにくいけさーって塗れるんですけれども、まあ匂いがちょっときついかなっていうのと、結構ねちょっとしたお湯で落ちるんで泣いたりするとボロボロに取れます。涙ってやっぱ人の中から出てきてるので多少温かいので、ウォータープルーフとかだったら涙ぐらいでは特に取れたりとかはしないと思うんですけども、これに関しては涙ぐらいの温度でも結構取れてしまいます。でこっちは結構このまつげがなんて言うんだろう、途中で落ちてきてほっぺたにちょこちょこってこう何のマスカラの塊というか何取れたやつがついてたりすることがあります。でこっちは仕上がり自体もあまりパキッとした感じでもなくてしっとりとした仕上がりになるので、そんななんかこう取れて落ちてきたりとかそういうことはないです。なので私は、まあ、こっちの方がおすすめなんですけど、値段で言うと多分600円ぐらい違うんです。こっちは1800円ぐらいして、こちら多分1200円ぐらいなんで600円ぐらい違うんで、まあウォータープルーフがよくてしっかり伸びるものが欲しいっていう人は圧倒的にこっちがいいと思うし、お洋服でよくてなんとなく手軽なやつがいいっていう人はこっちのオイルシャスの方がいいかなという印象です。でマスカラ下地のこのクイックラッシュカーラーに関しては、こっちがウォータープルーフでこっちがお洋服タイプなんですけれども、まあこれは本当にもうご自身が使うマスカラに合わせていただくって感じで、効果でそんなに私が大差を感じたことはないですし、っていうならこっちの方がちょっとかなり強力、これもね合わせておすすめの商品となっておりますので、もし気になった方はね、ぜひ購入を検討してみてください。やっぱマスカラは下地塗った方がいいし、なんて言うんだろう、いろんなもんがあるので商品的にいろんなの試して自分が気に入るものを購入するのが一番いいかなと思います。私も今までマスカラって言ったら結構こだわりを持っている部分があって、まあ何種類か試していて、今オイルシャスがまあナンバーワンかなっていうぐらいなんで、まあ、他にもねおすすめのものっていっぱいあるんですけれども、まあ、またそれはねちょこちょこメイクをしながらこれおすすめですよみたいな感じで紹介していけたらいいなと思います。はい、それでは今回の動画はマスカラのねおすすめのものを紹介していきました。はい、それでは今回の動画が面白かった、参考になったと思ってくださった方はぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからねTwitter やインスタグラム7ツイキャスなんかもやってますので、気になる方はぜひフォローして仲良くしてください。それから質問やリクエストなどもいつでも募集しておりますので、何か気になることがございましたらコメント欄にぜひね書いてください。それでは今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。